こんにちは。こんばんは。ですかね。こんばんは。はい。お世話になります。YouTube ライブご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。こちら、一月に一回させていただいている、YouTube ライブになりますが、今日、初めましての方がいらっしゃるかもしれませんので、いつものように、まずこの番組の説明をさせていただいた後、順次進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずこの番組なんですが、地方です。毎月第1水曜日恒例の YouTube ライブ、 YouTube ライブ、はい、この番組はですね、はい、暦というものに対して、はい、疑問を持っていたり、はい、知りたいっていうことをですね、うんうん、事前にいただいているご質問に対して、そうね、気に飛んでた。そう、飛んだんじゃなくて、3秒前まで、そう、別のこと別のイベントのミーティングをしていて、あれあれと思って今完全に飛んでいたんですけど、切り替えていきましょう。切り替えます、はい、YouTube ライブ、こちらですね、暦に対する疑問、うん、暦に知りたいこと、うん、それをですね、事前にいただいているご質問に対して回答してみんなで共有する。はい、はい、今回もいただいてます、はい、もちろんこちら、うん、ライブ配信なのでチャットの方に入れていただいたものを全て拾わせていただいて、リアルタイムにその暦に対するお答えをさせていただくというような番組をしております。毎月第1水曜日、月に1回の実施となりますが、ぜひご参加の皆様方はどうぞ遠慮せずに、暦のこと以外でも全然構いませんので、うん、こんなアニメが好きですとかですね、うん、そんなものも含めまして、こちらチャットの方で参加していただければと思います。では、そこを取り仕切る、方ということで、まずは自己紹介からさせていただきたいと思います。では、どうぞ。では、私から、群馬県富岡市にて運をデザインする手帳、有機暦を制作しています。有限会社西企画、西俊久です。どうぞよろしくお願いいたします。最近のマイブームはアンケート。よろしくお願いいたします。あら、私知ってますよ、何のアンケートしてるか。はい、上と下ありますけど、はい、うん、私はね、下派です。あ、なるほど。そう、私は下派、うん、まあ、了解、ね、了解。私はね、あえて投票には入れてませんから、うんうんうん、私は、ね、の感覚だと下派が私の、うんうんうん、好み。了解です。もちろん上もね、うん、いいんですよ、うんうん、今何の話してるかというとですね、うんうん、こちら、うん、有限会社西企画西俊久先生がですね、作っているこの有機暦というのは、うん、毎年毎年この表紙のデザインというのを、総選挙でしたっけ、はい、はい、で投票式で決めていくというので、うん、今年は2つ、うんうん、設定されてるわけですね、はい、それの見ると上に画像があって、うん、次の画像があるので、うん、上と下で私は話してますが、うん、皆様はもうすでに見てらっしゃる方もいると思うんで、うん、私は下派ですっていう、うん、ただ上も花火みたいでね、うん、そう、で、うん、もうね、下派、下派というか下で決まりました、うんうん、ああ、そうですか。あれ、あれ、あれ、すいません、うん、私まだ決まってないと思っていて、下で決まりました。あ、そうですか、うん、じゃあ私の感覚もあながち間違いじゃなかった、うん、合ってました。下で決まりました、ということの話をしておりました、うん、はい、うんうん、それでアンケート。そう、でもね、それ以外も、うんうん、やってるんですか。最近ずっとアンケート。すごいな。どっちがいいですか、どれがいいですか、
これ今日この後いっぱい話したいです。すごいですね。アンケートに答えていただけるってすごい素晴らしいことなんですよ。大概アンケートってね、答えてくれないんですよ、ただね、その運勢としてもアンケートをお勧めしたいので、今日この後その話もさせてください。わかりました、はい、ということでよろしくお願いいたします。御社は、はい、私はですね、駅というもので、コミュニケーションを取ったりいろんなものを鑑定している、北斗道駅庵の佐藤秀光と申します。私の最近のマイブームは、100cc のバイクになります。よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします。ということでございます。佐藤さんはあれですよね、京都の方は、京都は、一回教室をやろうと思ったんです、なんですけど、教室をやるとどうしてもその前後の時間にゆとりがなくなっちゃうわけです、ただ私が京都っていうか関西方面に行って、じゃあ実際何がその、自己投資ですよね、役に立ってるかというと、こちらの世界の話以外で、私が他のやっている仕事の実はその東と西って全く感性、感覚、価値観が違うんですよ。でめちゃくちゃ勉強になる。だから、もっと時間にゆとりを持ちたいということで、毎月1回は行くんです、行くんですけど、もう当てもなく、ただ街中歩くとか、関西方面に行って、知らない駅で降りて、街をちょっと商店街とか見てみるとか、そういったような情報収集に、完全に切り替えまして。なるほど、はい、実際ね、すごい勉強なんです。今ちなみに、京都ってめっちゃ人が多いって聞いてるんですけど、はい、どうなんですか？先月は多かったです、学生さんの卒業旅行が多かったですかね。で、もちろん桜とかもあるし、あれなんですけど、ただ私が別にひねくれてるわけじゃないんですけど、メインどころをめがけていかなかったりするので、そういった時のその、あっちって5番目になってたんです、で、その小さい路地を曲がると、普通にある家とか、普通にある小さな店の商売の仕方とか、そういうのが全部勉強になるので、なるほどね、意外と通り歩くだけで30分40分かかっちゃう、京都でドラクエウォークしたい、勉強になりますよ、やっぱね、アキンドというか商売という感覚でやっぱり西の方は非常に早いので、一つの同じもの商品を提供するだけでも、またちょっと東と売り方が違う、これね、すごい勉強になるんで、今は京都は京都というか関西方面、月に1回はそちらに完全にシフトしました、なるほどなるほど、素晴らしい、はいです、でね、龍也先生一つ言いたかったことがあります、実はこの YouTube ライブ、丸6年が3月23日で区切りとなり、7年目なんですよ。ついさっき始まる前に一体いつからやってるのかなと思ったら、2017年3月23日が記念すべき第1回なんです。で今4月じゃないですか、はい、だから丸6年が終わって、で7年目に入ったんです。なるほど。で毎月1回やってきたじゃないですか、すごく72回やってるんですよ。いや、あっという間でしたね。で一番最初 Facebook ページです、で Facebook ページから YouTube に変わって、でそれをトータルでその年数なんですけど、すごくないですか、いや7年ってすごいですね、72回最低でもやってるわけですから、おかげさまでございます、皆様も、引き続き毎月1回細々と継続してやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではいつもの通り、まず最初に、今月の運勢というところから始めさせていただきたいと思います、どうぞ。はい、では有機小読み2023をお持ちの方は111ページ112ページ、こちらを開いてお話聞いてください。はい、こちらでございます。とはいえですよ、とはいえ、こちらを開いていただければ4月どんなようなことが大切になるのか、キーワードとしては共有、その意味はこういうこと、
は一応見れば読んでいただけるはずなんです。なおかつ4月のマンスリーカレンダー、分かりやすいのが一番目立つのが土用と呼ばれる季節の変わり目、運が不安定になる注意の期間が4月の17日から5月の5日ゴールデンウィークはごっそり不安定になりますよ、気をつけてくださいね、なんていうことはパッと 見れるはずなんです。今日4月の運勢としてご紹介したいのは、ここを読み上げるっていう感じよりは、本年度の最重要期間が2ヶ月後6月にやってきます。4月とはその6月の2ヶ月前なんですっていう感覚でお話を進めていきたいと思います。だからもしかしたらこの中にはないことを言っていくかもしれないです。そこをご了承ください。まず本年度が年の番と月の番がぴったり同じ配置で重なる最重要期間であり、超繁忙期が6月です。運勢のことも方位のことも全ては6月が一番の見どころです。ところが6月に入ってから気をつける、6月に入ってから連絡する、6月に入ってから頑張るんだと遅いわけです。そうするとその前に超助走の5月というのが1ヶ月後にやってきます。この超助走の5月はゴールデンウィークが終わった後から始まるんです。そこからは超助走だからもうほぼほぼもう踏み切り前の直前みたいなのが5月だと思ってください。だからもう5月と6月って見分けがつかないぐらい運が動くし、運を動かしたいという時になります。その5月に入ったらもうどんどん積極的に運を動かしたい前の月が4月、この4月のタイミングでリスクとなるのが世の中の新年度であるとか、あとはゴールデンウィークであるとかに流されて頑張りすぎてしまうと、超助走の頃にはもう息切れしている、そして6月からぼちぼち動き始めるっていうような仕事交際のペース配分になってしまうであろうなというのが、僕の水晶玉ではなくこの暦にも手に取るように浮かんできているんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。そうでなくて もう4月はまあ学校も観光庁もいろいろな職場もちょっと浮つきやすい時で、新しい人間関係に気を配ったりとか、慣れない環境の中で緊張感を持って働き過ごしたりとか、いろいろ出てくるはずなんですが、そこ頑張りどころじゃないよって4月のところに書いてないです。4月のマンスリーカレンダーのところには4月のことだけが書いてあります。でもここから読み解きたいのは、6月が超繁忙、5月が超助走、その前の4月をどのようなスケジューリングで過ごしていきますか。ここが暦の読みどころになります。具体例を3つ挙げたいと思います。1つ目がガス欠にならないような過ごし方です。5月のゴールデンウィーク明けから本格的な超助走を気持ちよく健やかに過ごすためには、4月中どういうふうに過ごしたらいいだろうか。2つ目が6月をより充実させるためには、その2ヶ月前からの根回し準備段取りが必要である。この4月の過ごし方によって6月いかに楽しく面白くなるかが決まってくる。これを5月6月に入ってから始めるんじゃ遅いということ。3つ目がそのより良い健やかな4月を過ごすためのキーワードとして土用が挙げられる。土用中に燃え尽きちゃう、土用中にお金を使いすぎちゃう、土用中に人に気使いすぎちゃう、その結果5月落ちてしまう、6月泣かず飛ばず、これ悪運のシナリオになります。そこでじゃあ4月の17日からはどのように過ごしていったら5月6月が楽しくなるだろうか、そのためには土曜じゃない4月16日までどんなペース配分で過ごすことで仕事交際なんとか帳尻合わせていけるのか、ここの工夫が今期の暦の読みどころになります。現場からは以上です。ありがとうございます。ということは、はい、全て、まあ、今年の1年で考えると、はい、6月という一番その方位の効能であったり、
気が一番こう巡る、運気が巡る、その、月にいかに照準を合わせられるかという大前提の経過、まあ、動き方、これが一つ目、照準を合わせる。5月6月に入ってから急にピント合わせ始めるんだと遅い、ブレる。4月からだったらまだちょっと余裕がある、ということですね。で、あと、まあ、そういう月、休息の月になるんですか。おっしゃる通り。で、休息ですからいかにちゃんと自分で、6月に照準を合わせて休めるのかということが大切、はい、ということなんですね。おっしゃる通りでございます、はい、残念ながら暦の上では休息なものの、世の中は休息じゃないので、うん、もうどんどんスタートしているし、あったかくなってきているし、盛り上がってきている、うん、もうマスクもしなくていいですよとか、外に出ていきましょうとか盛り上がっていく中で、この4月を全部休むことはもう現実的に難しい。じゃあどう過ごしたら5月6月に照準を合わせていけるのかっていうところは、もう理性と計画性でしかないと思います。なるほど。それと土曜ですね。土曜、季節の変わり目、みんな大好き土曜、というその土曜の期間というところをちゃんと、事前に把握しておいて、はい、その前にやるべきこと、はい、その後に伸ばすこと、はい、あとは土曜の期間の過ごし方、それもここのポイントになるところですね。おっしゃる通りです、うん、だいつもの土曜とはなんとなくちょっと違う、うん、違うんですね。土曜そのものの過ごし方が難しいんじゃなくて、うん、土曜明けに頑張るためにはどうしたらいいのかの兼ね合いが難しいっていう感じです。なるほど。ちなみに、はい、ちなみに佐藤さん、ゴールデンウィークの予定は。ゴールデンウィークっていつでしたっけ今月末からですかね。28日まではみんな頑張りますかね、はいはい、29日以降からですかね。ゴールデンウィークの予定は立てていません。毎年毎年ゴールデンウィークってお出かけの予定はないです。仕事上のイベントの予定はないです。で、今現時点で決まってる予定もないというか。ないです。あの、どちらかというと、開けているところにやらなきゃいけないことをやる、で、突発的に来ても遅れを生じさせないようにするっていうような、うん、感じで4月は思ってるわけなんですね、うん、なるほど、はい、まあ、私の仕事の特性上なんですけどね。それって、うん、ひいひい言うほど、うん、慌ただしいバタバタした調整期間にはなっちゃってます。毎年、去年も一昨年も、もうなってないです。逆にゴールデンウィークの方が、うん、動かないです。うーん、ゴールデンウィークってみんなが休みになるじゃないですか。みんなは休みです、うん、で、私なんかはまあ、要はゴールデンウィーク前っていうのは、ゴールデンウィーク前に終わらせなきゃいけないことがやっぱり生じる、うんうんうん、長期連休だとなおさらね、納期とかね。そうなんです、うんうん、で、ゴールデンウィーク後に動き出すものも、ゴールデンウィーク前に大体来るわけです、うん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 、だからいかにしてゴールデンウィークっていうのをデスクワークとか、うんうん、その次のための準備に当てられるかっていうのが毎年の、なるほど、うん、過ごし方。なるほど。なので、ゴールデンウィークどっか行くっていうのはもう逆言えばもう全くなし。なるほど、うん、素晴らしい、はい、何しろほらゴールデンウィークってこれまでもこの先一生涯も常に土曜じゃないですか、はい、その中で我々多分あまり参考にならないのはちょっと特殊なゴールデンウィークらしくて、普通はみんなここがレジャーの時になったり、うん、家族団らんの時になったり、うん、接客業だったらお店が盛り上がったりとかするらしいんですよ、うん、で、そうするとこれは僕の性格上のお恥ずかしい話なんですが、うん、僕そこまで毎年ゴールデンウィーク忙しくないし、なおかつ混んでる時に高速乗ったりお店に行ったりしたくないんで、おとなしくしてるはずなんですよ。でもね、周りがゴールデンウィークをやってるのを目にするとなんかソワソワしてくるんですよ。なるほど。ハートが、うん、なるほど。人生において夏休みもらったことないのに、うん、みんなが夏休みしてるとなんか自分まで夏休みの浮かれ気分になってきたりみたいなのがあるんですよ、うんうんうん、すると今はまだみんなゴールデンウィークしてないから僕も落ち着いてるんですけど、急にね
29、30、5月1日あたりになってくると、うん、あれなんか行っちゃうみたいな、うん、でも行かないじゃないですか、うん、出かける苦手だから、うんうん、そうするとなんかこうネット検索とかし始めたりとか、うん、楽天セール行っちゃうみたいな感じになったりとか、あ、そうなんですね。そう、毎年、うん、私も毎年ゴールデンウィークがあるおかげで、うんうん、結局外に行って、まあ、さっきおっしゃった通り、うんうん、車で1時間で着くところが2時間、うん、3時間かかるわけですよ、うんうん、だからもうデスクワークデーにするっていうことで、ちょうどいい、何でしょう、4月に動き出して、うん、で6月以降に本格的に何かこう動き出す前の、うん、ちょうどいいその処理素晴らしい便があるんですよね。いいゴールデンウィークの過ごし方ですね、うん、まあたまたまね、うん、たまたまそんな感じに、まあもともとゴールデンウィークに現場が入る場合ももちろんあるんです、うん、ただゴールデンウィークの現場ってね、うん、まあほとんどないんですよね、うん、私の受けているもので言うと、だから僕たちのように比較的ゴールデンウィークがおこもり期間になりやすい人、うんじゃなくて、でも僕のように浮ついちゃう人もいるし、うん、多くの方はゴールデンウィークだからという理由で活発に動き、うん、お金もお財布も開いて、うん、ってなるからあんなに高速が混むわけじゃないですか、うん、それがね、大丈夫かな、5月のゴールデンウィーク明けからの超助走に悪影響を及ぼさないかなっていうのが心配になっているこの頃です。確かにね、ゴールデンウィークになると、人は間違いなく動きますからね。ねえ、うん、すごいですよ。まあ、お子さんとかいると、まあ、私もね、以前はっていう言い方なんですけど、うん、仕上がる前はね、うん、子供たちが、うん、そう、子供は休みなわけですよ、うん、そうすると家にいても、うん、やっぱりね、思い出も作れないし、うんうん、そうすると、たとえ車に乗らなくても外に出るわけ、うんうん、そうすると、うんうん、よくショッピングモールってあるんです、うんうん、ショッピングモールのね、うん、フードコートとかに行きたがるわけですよ、うん、もうね、すんごい量なんですけど、うん、それでもそこに行かざるを得ない人もやっぱりいるんじゃないですか、多く、うん、休みたくてもね、いる、うんうんうん、だからまあそういったなんとなく慌ただしくなってしまうっていうのは、うん、私も10年前とか15年前はなんかそれは分かりますかね、うんうん、そう、うん、そうするとそれが悪いという意味ではなくって、うんうん、それが影響しちゃうってことですね。そうそう、帳尻をちゃんと合わせていかないと、いつも通りだと5月6月がちょっと心配になりますよが、4月の一番の難しさなんかなって思ってます。しかもそれが土曜中ってことでもあるということですよね、はい、土曜中です、うんうん、まあ、できればじゃあ土曜前にゴールデンウィークの予定なども決めて休む予約もちゃんとした方がいいってことですね、はい、おっしゃる通りです。ということでございます。ありがとうございます。とんでもないことでございます、はい、で今月の運勢が終わりましたので、はい、まず、はい、チャットの方を読み上げさせていただきたいと思います。お願いします。はい、石井健二さん、はいはい、今日もよろしくお願いします。こちらこそのことでございます、はい、2つ目、6周年おめでとうございます、はい、パチパチパチということでありがとうございます。あっという間、おかげさまです、続きましてセブンジーナオエッサさん、はい、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。振り返ると3月は繁忙だったなと思いましたというわけですね。本当ですね、あっという間の3月でした。3月ね、うん、3月ね、最近地方、うん、3月何があったか分かりますよ。僕も暦を開かないと何してたかなんて分からないです、うん、そうですよね。まあでも私もなんかいろいろと、まあ年度末っていうこともありますからね、うん、世の中は、うんうん、まあ慌ただしかったのかなと思いますけどね、うん、またいろいろね、時勢というか世相も少しずつこう活発になり始めたのが3月って感じですかね、うん、そうですね、うん、はい、まあ、まずは3月繁忙だったなと思いましたということで、お疲れ様でございました、うん、はい、4月は超急速でございますので、積極的に休める機会を作る、休める日を作る、うん、ね、全部は難しいから休める日作れるといいと思います。はい、ということでよろしくお願いします、うん、ではチャットの方がここでまず終わってますんで、うんうん、事前にいただいているご質問1からやってます、はい、でこのご質問に対してお答えをしますが、その間に
チャットの方にもちろん入れていただきましたら、うん、この質問が終わった後また読み上げさせていただいて、都度そのまんまお答えをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではご質問1いきます。はい、ももさん、はい、気に入ったお財布が見つかったので購入しました。はい、使い始めをいつにするか思案しています。うん、5月6日の日の入にしようかと思っていますが、うん、来年の1月1日はたくさんの吉日が重なり、お財布の使い始めには最高と伺いました。はい、とても素敵なので早く使いたいという気持ちですが、うん、西先生ならどうされますか。アドバイスよろしくお願いいたします。はい、ということです。まず理論上は、うん、どの吉日もやっぱり効能はいいですね。で、確かに2024年1月1日は2023年度365日ある中で最も縁起がいい日だとみんなにお勧めしています。とはいえ結構先っていうところで、こっから先はどちらかといえば理論上比較してじゃなくて、僕だったらという感覚でお答えすると、はい、一番の吉日って一番近い吉日だと思っています。うん、これがですね、余計な我慢をするとそれって不自然で分不相になってしまうんで良くないなっていう理由なんですが、まあ、どういうことかっていうと、今使っているお財布がもう十分機能していて、しかもお気に入りであるという方にとってみれば、次の吉日を待つ期間って苦痛じゃないはずなんですよ。でもこれがちょっともう飽き始めている。で、新しいお財布もここに手元にある。しかもそれめっちゃお気に入りってなってくると、この新しいお財布を我慢する期間が長ければ長いほど不自然で、なおかつ流れあんま良くはないと思うんですよね。そしたら一番近い吉日に下ろすことで、ウキウキの期間をより長く、また我慢する期間をより短くすることができるので、僕だったら5月6日のこの日の出と満月、それと星の日が重なるこのタイミングを利用すると思います、ということでございます。あれですね、まあ我慢できるとか必然性がない、うん、まあ、例えばその今も気に入っていて、はい、逆に壊れてもいなくて、うん、変える必要性もない、うん、っていうことであれば、まあ、また先でもいいけれども、はいはい、でも、まあ、いろんな部分で、うん、我慢ということの方が不自然だから、はい、一番近い期日をジュニア先生だったら使うということですね。はい、はい、まあ、あのここにですね、ジュニア先生ならどうされますか、うん、っていうことだったんで、うん、今のお答えでよろしかったでしょうか。うん、土曜明けとともに、はい、ウキウキのお財布を使い始めて1月1日を迎える時にはまた別の何かを始められるようにするのが良い暦の使い方だと思います、ということになります。よろしくお願いいたします。うん、はい、ではですね、はい、チャットの方を読み上げさせていただきます。はい、アイスさん、よろしくお願いします。ゴールデンウィークの過ごし方、本当に毎年悩みの種です。うんうん、小学生の子供を楽しませるために、うん、混雑を避け、予算も抑え気味で本当に悩みます。うんうんうん、まあそうなんですよね、はい、実はね、旅行ってお金かかるんですよ。ただで、ね、できる外出って、はい、一つもないですよね。近くのショッピングセンター行ったって、うん、さすがにそのショッピングセンターで、うん、ただ歩くだけってことはあんまりないんですよね。うん、また、うん、お金だけがコストじゃないじゃないですか。時間もね、ね、体力もね。そこに行くまでも余計に時間がかかったりとか、うんうん、その人が集まればトラブルも起こりやすくなったりとか、うん、迷子になったりとか。わかる、お父さんお母さん頑張れ。まあ本当お子様にとってみれば、うん、ゴールデンウィーク明けに、うん、学校行った時にどこどこ行ったとかっていうね。本当ですよ、うん、もう、うん、めっちゃ覚えてますよ、40年前のこと。本当ですか。うちやっぱ商売やってたんで、うん、あんまりこう、うんうん、カレンダー通りに行かない、会社員通りに行かないんですよ。うん、ディズニーランドも海も連れてもらったことないし、うんうん、そうするとなんか朝から筋肉マン見るぐらいしか日曜日の時間がなかったりとか、うんうん、
そうするといいなって常に思ってました。ゴールデンウィークって番組もね、またちょっと違いますからね、テレビのね。そうなんですよ、そうなんですよ。もう本当に子どもの気持ちになると、うん、外に連れて行って社会科見学をさせたいお父さんお母さんのご苦労は本当によくわかります、うん、そうですね、うん、あの愛さん、うん、今年の、まあ、あのゴールデンウィークもちょっといろいろ悩みもあると思いますが、ぜひ良いゴールデンウィークをお過ごしいただければと思います。ちなみに暦っぽい、うん、あのこれあの僕がそうしてますっていうよりは暦の理論上こういう風にしてもらえば大丈夫ですって言えるのが、ゴールデンウィークに何かしらのイベント、お出かけ、お買い物の予定を立てましたと。そうしたらその前か後ろに、計画的引きこもりの予定を立てていく、うん、例えばこの日に出かけるんだからこの日は勉強しましょうとか、この日に出かけるんだから翌日はお部屋の片付けをしましょうなどの、の晴れとけ、オンとオフをワンセットで、オンの時だけイベントだけ組むんじゃなくて、休息期なんだからこれ入れたんだから予備日とか休息日っていうのをその前後に入れましょう。で帳尻は合うと思いますということでございます。ぜひあの上手に使いながら、体も心も休めていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、織戸直子さん、はい、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。3月忙しかったですってびっくりマークが3つついております。素晴らしい。3月頑張られた人は未来が楽しみです。僕なんて自分が立てた自分のスケジュールを呪うぐらいにバタバタしました。なるほど。やっぱ3月のスケジュールって1月2月に立てるじゃないですか、うん、ちょっとやっぱり入れますね自分で、入れすぎるぐらい、うんうんうん、あの1月の自分バカと思いながらも半忙の3月と思って乗り切りました、うん、なるほど。織戸直子さん、3月忙しかったということで、ジュニア先生も忙しかったということ で、はい、皆さんゆっくり4月は4月はなるべくね抑えめでいきましょう、はい、してみてくださいとか言ってもね、それこそお父さんお母さんにとっては家庭訪問があったりであるとか、新しい人間関係に対していろいろなことが起こったりとか気苦労は多いと思いますが、そしたら土曜中だけでも無理のなきようにスケジューリングしていきましょう。よろしくお願いいたします。続きまして、はい、CRTDW さん、はい、土曜といえば、うん、毎度セールやバーゲンが重なりますが、はい、お二人はどんな風に利用されてますか、うん、探してたものしか買わないとか、うん、我慢するとか、うん、ということですね。佐藤さんあれですよね、必殺、うん、あの決済までしないの、あの土曜の期間中は、うん、まあ店とかはあんまり行かない、うん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 、あとセールバーゲンっていうのも行かない、うんうん、けど物欲が湧くっていうのはあるじゃないですか、うんうん、そういった時はあの私の場合はアマゾンを使ってますけど、アマゾンのカートに入れるだけっていう方法を使ってます、うんうんうん、決済はしないっていうことですね、うんうん、いやでもそれ買ったつもりにはなりますよね、一回押すんですから、うん、だって毎日カート見ますから、ね、うんうんうん、まだあるぞとか、うん、別にいつ買ってやってもいいけど、うん、まだ買わないだけで、そうそう、うん、そういうようなあの必殺技を私は、うん、あの土曜中は活用しています。いや僕それめっちゃ近いんですけど、僕の場合はあのポチッとカートに入れるよりは土曜のブラックリストですね。もう土曜明けに絶対これ買いに行く、これ食べに行く、あとは土曜明けたらこいつには一言言ってやるとかも含めて、ブラックリストにさまざまな土曜のこう季節の変わり目うごめく欲望という名のさまざまな情念を書き記してやったつもり言ったつもりになるし、意地でもそれを土曜が明けたらやるっていうところで帳尻合わせてます。やっぱ土曜明け買うことあるんですか？ないですね。そう、私もねカートに入れるんですけど、そのカートはそのまんまになってるのが大体なんです、うんうん、あでじゃあ買うっていう話になったら、どちらかといえば土曜前の駆け込み需要の方が多いです。あもう今必要だって分かってるんだから、うん、今欲しいって思ってるんだから、それをくすぐらせたまま迎える土曜からの18日間は長いぞって言って、僕にあの土曜保険という大義名分があるので、うん、土曜中に何か嫌なことがあったらこれ開けようって思いながら4月の16日までに買う、決める、やるはめっちゃ多いです。うん、
その前にね、前です土曜前にいかにそれをやっとくかで、土曜日はまあそこまで、はい、あの興奮状態にならないですね。ならないですね。もう買ってある、土曜を迎えてムラムラっとした時にもう手元にあるはすごい健全だなって思ってます。ちなみに、はい、こうあの今おっしゃっていた、はい、土曜中にバーゲン、セール、これあったらどうする？いや、ありますからね。季節の変わり目だから必ずありますよね。うん、そうそうそう。いやー、やっぱりカートに入れるまでかも。FW。うん、うん、そうだね。僕、今だったら、新しいスニーカー、ウォーキング用のスニーカーが欲しいなって思ってるんですけど、だいたい土曜前にセールしないんですよ。うん。土曜中にあるんですよ。うん。そうするとカートに入れるまでですよね。じゃあバーゲンセールがその土曜期間の中だけだったら、買わない。あ、買わない。買わないですね、うん、でその時に、うん、あれです、縁がなかったんだなとか。ああ、なるほどね。呪いの言葉を吐きながら自分で自分を諦めさせる。なるほどなるほど。というような過ごし方をするそうです。私はセールとかバーゲンってもともと全く実は仕事のもの以外あんまり物欲がないタイプなんですよ、うんうんうん、だからあの服とか買うの嫌い、うんうんうん、誰かが選んで買ってくれればそれが一番最高って思ってるタイプなので、うん、セールとバーゲンになるようなものが比較的ないんですよ、はい、業務用って、はいはい、セール、バーゲンってもしあるとしても、うん、年度末とか、うん、ちょっと違うところにあるんで、うんうんうん、だからそんな感じです。僕一つだけ、うん、人によく言う、人によく言うの、自分はほらそんな性格だから、うん、そこまで巻き込まれなくても人に対して言うのは、多分ね、セールの期間って土曜にならないと分かりませんじゃなくって、ある程度何日からセールです、バーゲンですっていうのは出るはずなんです、うんうん、はい、向こうもプロモーションするから、うん、そしたら予算を組んでおくことでそれは衝動買いにならないです。なるほどね。何を買うかは決まってない。だからもうこの土曜期間中だけどセール、バーゲンがある。そう、あのお店、あのサイトある。5万とか、3万とか、うん、1万とか、うん、予算を決めておけばその範囲内であれば、はいはい、いいんじゃないかと。はい、こう、ああ、それをいいですね。それはもう予定通りじゃないですか。予定通り、うん、予定通り、予算通りであるならば、うん、土曜中であったとしても OK、うん、これはもうあの昔からの成功法です。こういうようなまあ、我々2人ですけどね、うん、あの過ごし方になっております、うん、参考になれば幸いです。はい、続きましてアイツさん、はい、ありがとうございます。計画的にオフの予定もしっかり立てて頑張ります、うんうん、あの小学生のお子さんとか、はいはい、ぜひぜひお願いいたします。自分を大切にしてください、続きまして折戸直子さん、はい、そういえば、うん、今年っぽいなと思ってちょっとした同窓会のようなのを計画中ですと。恩師が定年のため、うん、で、お二人の親孝行予定や、うん、ご縁計画、うん、何かあれば聞きたいです、はい、です、はい。僕は西金谷が喜寿になるので、うん、なんかしてあげたいなと思っています、うん、でそれが誕生日が5月に来るんで何しようかなっていうのを今から考えてるところですね、うん、ちなみに業務においては西金谷が一番喜ぶのって誰かにサインを書いてあげてる時なんで、うん、錦屋にサインを書かせる機会を業務においては作ってあげようかなっていうのが親孝行として思っています。なるほど、うん、ご縁計画は、ご縁、同窓会みたいな、まあ、とかだと思うんですよ。 あとは、うん、まあ人だったり物だったり場所だったりいろいろあると思うんですけど、はい、今一番はとにかく冒頭でもご提案しましたがアンケートで、ただアンケートを紙に書いてもらうっていうよりは今あっちこっちで暦を読みに行ってまして、でその場で暦の読み方をご紹介することでその場にいる方とコミュニケーションを取りながらこれどうですか、あれどうですかってアンケートを取っていくのが今年だからやってることです。
あの僕そういう人じゃないんで、知らない人とは目も合わせたくないタイプなので、めっちゃ今年だからという理由でアンケートを頑張っております。ご縁計画はアンケートということになります、うんうん、はい、うん、あ、私ですね、はい、私の親孝行系予定、うん、一つというか、まあ、これに尽きるんでしょうけど、うん、コロナのあれもちょっと落ち着きましたんで、うん、今年は、はい、ちゃんと時々実家に行こうと思ってます、うんうんうん、もうそれだけです、うんうん、あの、うんうん、実家に行って親と話す、うん、もうそれだけです。ね、親孝行はね、うんうん、で、うん、ご縁計画というのは、うん、知らない場所、うん、に積極的に行くということを旅ですね、してますが、まあ、うんうん、実はね、一つ足りないのが、うん、まあ、知らない場所に行くと、うんうん、いろいろ考えが出るわけですよ、はい、だから、まあ、京都も京都とか関西、うん、月に1回っていうのは継続なんですね、うんうん、で、この近場であっても、うん、あ、ここで道がつながってたんだっていう発見もあれば、うんうん、知らない場所を通ると、あ、こういう商売があるんだとか、うん、まあ、そういうのも、うん、あの、非常にいいんですけど、はい、足りないのはね、人なんですよ、うん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 、その人に関しては折戸直子さん、うん、私も未だに実はまだ計画が立ってません、うん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 、だっていきなり知らない人に会いに行くってできないじゃないですか、うんうん、ですよね、うん、でそれと、あの、いくらコロナが明けたからといって、うん、私の職業は、まあ、ほとんど知ってる人が多いんです、はいはい、で、はい、その人たちとは、まあ、あの、団体も含めてですけど継続的にコミュニケーションを取っていくっていうのはあるんですけど、はい、知らない人ってね、難しいんですよね。そうですよね。あの、マッチングアプリでもやろうかと思ってます。僕この間ピラティスの体験に行ってきました。おう、ピラティス、うん、って言っても、ピラティスって言っても、あ、そっか、ここにあのイメージが全くちょっとヨガのもうちょっと紐にぶら下がるやつ、そういうやつです。器具も使います。なるほどなるほど。に行ってきたら、うん、現地で知り合いに会うところがありました。ああ、なんか、なるほど、なんかしに行く、うん、だとやっぱりそこには人はいにくいから、うん、なんか予定があるといいんでしょうね。お店に行くとか、な、何、お祭りに行くとか、なんかがないとなかなか出にくいですよね、うん、ただね、私のね、うん、あれなんですよね、人混みが苦手なんですよ、うん、私、うん、だから知らない場所に行くって言っても、うん、山の林道を、山には人はいない、そう、行ったり、うん、あとはその、うん、観光地じゃない、うんうんうん、もうまさに生活感しかないところに行ったりするので、うんうんうん、なんかね、あの、出会いが逆にないんですよ。確かに、うん、それは折戸直子さん、私すごい課題で、うん、まだ見つかってないです。いや、6月に向かって会いに行く、うん、修行もしましょう。で、会いに行くって言っても、うん、そこに、まあ、例えば薄くても知ってる人がいないといけないじゃないですか、うんうん、でもね、ない、いないんですよ。でも、そしたらあれでいいんじゃないですか、うん、SNS とかでも。私、SNS が苦手でしょ。うん、僕もですよ、うん、で、向こうから話しかけていただける分に関してはいくらでもコミュニケーション取れるんですけど、うん、自分からっていうのはめちゃくちゃ苦手なんで、ああ、うん、そっか、そう、だから難しいんですよ、もう本当、うん、俺と中さんに今言われて耳が痛いんですけど、うんうん、この人のご縁活動っていうのが、うん、課題、うん、課題のままです、うん、今年の課題、はい、という私の方の、話がございました。ありがとうございます。ということで、うん、折戸直子さん、こんな感じでございます。はい、続きまして、セブンジーナ大下さん、はい、お二人がかぶっている帽子を買ったタイミングとか聞きたいです。こちら、うん、ジュニア先生は買ってます。私はもらってます。誰に、うんうんうん、ジュニア先生にもらってます。これね、はい、佐藤さんのかぶってる帽子は18年前に買ったやつですね。
多分新宿で買ったんじゃないかな。おう、うん、あの私の持ってる帽子の9割9分が、うん、あのジュニア先生からのもらい物なんですよ。要するに私が服買う、うんうんうん、あれが全くないので、うんうんうん、だからジュニア先生に感謝してるこれです。で、これはこれはね、僕がサンディエスタエクスペリメントって言うんですけど、ね、好きなバンドのボーカルの方がやってるこのタイプの帽子をずっと欲しかったんですけど、全然売ってなくて、ちなみにこのタイプの帽子が好きになった理由は、ショーシャンクの空にっていう映画を見たのが多分きっかけです、うん、で、このタイプのが欲しいと思ってなかなか売ってなくって、インスタグラムで見つけて暦を見ずに買いました。それが多分あれ去年かな。そう、去年です。去年、うん、で、あれですね、まあ、多分、セブンジーナオサさんで、うん、暦は多分タイミングもここに入ってると思うんですけど、そうそうそう、暦はみんなが、これもうね、もう前から欲しいっていうものがあったので、うん、見つけたら買うという自分ない暦で買いました。なるほどね。ただ使い始めは吉日にしました。使い始めは吉日、うん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 、私は使い始めはジュニア先生に渡されたと、うん、そうそうそう、うん、あのこれに合わせてですね、うん、なんです、うん、はい、うんうん、だからもうジュニア先生の参考になりますよね。多分私のは参考にならないので、ジュニア先生のが参考になります。ちなみにそれは六泊の年だから、うん、2年前にユニフォームを作ろうって言ってハットで合わせましょうがきっかけだから、もう2年経つんですよこれね、うんうん、私これ以外にももらったんですよ、うんうんうん、だから今僕そっちの方がおすすめですけどね、うん、佐藤さんそっちがお気に入りですよね。あのもう一つあれですよね、うん、麦わら帽子系。そうです、フェルト帽ですね。フェルト帽、フェルトのハット、 あっちね。ああ、そう、佐藤さんね、そうなんですよ。 そっち系が好きなんですけど、これとあのストローハットは夏用なんですよ。だってもう3つもらってますからね。そうそうね。それとは別に、忘れもしない僕が25歳の時に高崎の駅前にまだビブレっていうショッピングモールがあったんですけど、ね、うん、そこで買ったフェルトのハットが佐藤さんに似合うからおすすめです。あれじゃ冬用ね。あれね、うんうんうん、という、まあ、私はだから使い始めも何もかもないんですが、ジュニア先生のはまず暦を気にせずに買った、うん、使い始めは吉日を使い始めました、使い始めたということになります、うんうん、少しでも参考になっていれば幸いです、うん、はい、続きまして、トバーツさん、はい、あ、間に合いましたということでありがとうございま す、続きまして、HITM さん、はい、はい、基地方位旅行に両親を誘ってみようかなと思ってます、うんうん、親は基地方位ではないのですが、うん、良いのでしょうか。うん、基地方位旅行に連れて行こうと思っていますだけだとちょっと答えにくいです、うん、なのでもうちょっと状況を設定させてもらうと、6月に両親を自分の基地方位に連れて行こうと思っています、どうって言われたらやめた方がいいと思いますってお答えします。なるほど。6月以外で両親を基地方位旅行に連れて行こうと思っていますだったらいいんじゃないですかってお答えします。いいんじゃないですかってお答えします。あともう一個だけ、6月以外だったら基地方位にこだわらないでみんなで行きたい場所に行くのが一番いいと思います。この3セットですね。例えば、はいはい、基地方位旅行ではなく、なく親孝行旅行としてだったら、うん、日付、月は関係あるんですか、うん、6月以外だったら全部基地です。なるほど、あの、はい、親孝行のための旅行ですね、はい、基地方位旅行ではなく、うん、たまたまそこの場所が自分が基地方位だったということぐらいの考え方ですか、うんうん、そうですね、うん、ただ佐藤さんの言葉尻をあえて取るならば、うん、親孝行旅行というテーマを設定した時点で、うん、どんな旅行がいいかが大体決まってくるわけですよ。なるほど。少なくとも渋谷ヒカリエじゃないはずなんです。うん、そうですよね、うん、まあ、よっぽどファンキーじゃなければね。そうですよね、うん、原宿竹下通りでもないし、うん、竹下通りね。そうですよね、クレープとかね。そうですよね、うんうん、親孝行旅行にしたいと思った時点で、
親にとって孝行になるような旅行が設定されるんだから、それは方位よりも上の基準になるわけなんです。もちろんこの基地方位の範囲内から親に、私の基地方位の範囲内から親にとって孝行になるような旅行プランが見つけられるんだったらそれが一番いいんですけど、それはあくまで孝行の方が上だから方位じゃないんですよね。なるほどね。だからこれはもう基地方位旅行ではなく別の旅行ということで、それで考えると、僕が言う、もうとにかく方位方位っていうのは本年度であるならば6月、来年度であるならば4月と1月、去年であるならば8月、限定された基地方位強化月間、強方位対処強化月間のみで方位の吉凶をやけに口うるさく言うことにしています。ということはもう目的が違う、親孝行のための、ということであると、逆に言えばいつでもいいということ、いつでもいいです。その気持ちが大切、6月以外だったらいつでもいい、6月以外だったらいつでもいい、はい、ということになります。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、ごめんなさい、トパーズさん、はい、早速の質問です。派遣で働き始めた職場に、そのまま4月から採用になりました。派遣で働き始めた時期は良い時期ですが、そのまま契約した日はよくありません。どちらが基準になるのでしょうか。派遣で働き始めた日です。派遣で働き始めた日だそうです。はい、はい、その心は実働が基準になるからです。書類上の大人のルールではなくて、法的な何かしらのルールじゃなくって、実際にその職場で働き始めた実働のタイミングで時期の吉凶を判定するからです。なるほど、民法のようですね。はい、はい、なんで笑われるんでしょうね。民法で契約とは書類ではなく、申し込み、それに対して承諾をした時点になるので、まあ要は実動という実際に動いた時が大切です、ということと一緒ですね。同じ理由で、辞職とは、書類上の契約満了日ではなくって、いつまでその職場に出勤して労働をしていたか、それが終わったらそれでも辞職になります。なるほど。要は何月何日付けでではなく、はい、終えた時ということですね。だからもう有給消化があろうが、給与の翌月払いがあろうが関係なく、そこで辞職になります。実動が基準になりますよ。そうそう、始まりと終わりの基準、はい、だから派遣で入って途中で正社員、正社員というか正式採用になったと言っても、始まりはが基準ですよ、ってことですね。はい、はい、ということになります。よろしくお願いいたします。続きまして、折戸直子さん、はい、佐藤さん、千葉で私の演奏会、おお、あるからご案内します。ぜひお出かけください。お誘いください。日付とかその情報いただきましたら、お邪魔をさせていただきます。それがまず一つのご縁計画。いや、なかなかね、自分でも難しいですよ。逆に言ったら、誘いには乗るっていいですよね。それもご縁計画かもしれないですね。じゃあ、折戸直子さん、ありがとうございます。演奏会行かさせていただきます。まあ、今仕事が入ってなければの話なんですけど、空いてたら必ず行かさせていただきます。そういう意味では佐藤さんは、誘ってくださいをもっと積極的に発信するのはありかもしれないですね。すみません、じゃあこの場をお借りして、YouTube を聞いている皆様方、私の公式 LINE に登録されている方もいらっしゃると思いますが、私を誘っていただければ、どちらにでも空いてれば出かけますので、ぜひこの私のですね、全くご縁レベルゼロぐらいの人間を誘っていただいて、なんとか引きずり出していただければと思います。関西方面の方ももしいらっしゃいましたら、ぜひぜひ。月に1回しかチャンスないです。あと、バイクが、実は 125cc 持ってるんですとかっていうんであれば、私もその原付2種と同じレベルものを持ってますから、それも誘っていただきましたら、私行きますんで、空いてたら行きますんで、ぜひお誘いください。まあ、それを言うなら、バイク持ってる方は毎月
18日に秩父集合っていうのがありますよね。あ、そうですね。私の活動で毎月18日、観音様の縁日は、秩父札所の先達の、ご奉仕ということで、毎月やっておりますんで、そちらもぜひご参加ください。秩父札所っていうのが、観音様が34所、西国33、坂東33、秩父34、合わせて100で、その100観音のイベントがですね、東京で4月にございますので、そちらの方も、ぜひ足を運んでいただければと思います。で、なんで、占領してるのか分かりませんけど、東京でやるんだ。そうなんです。もし佐藤さん行くんですか？私行きます。あ、いつ行くんですか？あ、何月何日ですか？4月、もうすぐじゃないですか？すぐなんですよ。今4月18？少しお待ちください。はい。この4月の、カレンダーで、はい。ちょっと待ってください。4月の12日から、19日までが、その百観音のイベントなんですね。で、場所がですね、どうしよう。ちょっと調べますね。確かに東京って言っても広いですよ。これだ。場所がですね、武蔵野系かな。いや、東京、場所が、はい、まさに東京駅、切って丸の内。はい、切って丸の内。まんまい、はい、4月の12日から19日、日本百観音のですね、西国33所が1300年なんですよ、改装されて、1300年記念があって、で、全てそこに一堂に集まる、だから、功徳として百観音を巡ったぐらいの功徳があるよというようなのが、あれなんですけど、実際に浅草寺もう、札所なんですが、浅草寺で百観音の僧侶が全員集まって、読経をするというイベントをもう終わってます、で、各札所の土が集められて、お砂が集められていますんで、ぜひ東京行きやすい場所ですから、で、事前にですね、申し込みが必要なんですよ、前売りと当日券というのがあるんですけど、そちらを、買っていただいていくと、それなりにいろんなものを見れますから、チケットピア、はい、チケットピア、TTX、はい、こちらができますので、ぜひぜひというか、変な宣伝になってますが、そんなようなものがあります、はい。なんでその話だったんですか？そう、誘ってください。旅のきっかけ、はい、私、誘っていただければ、本当に何でもお話ししに行きますし、一緒にご飯食べるだけでも何を言ってるんでしょう。もう旅のきっかけなんて何もあっても困らないですからね、はい、ということで、ぜひよろしくお願い申し上げます。はい、オルトさん、お待ちしてます。はい、続きまして、アイスさん、はい、佐藤さんと一緒です、人から話しかけられればコミュニケーション全く問題なく取れますが、自分から行くのが課題です。わかる。僕なんてでも全然いいじゃないですか。人から話しかけられても聞こえなかったふりします。つわものがいるんですね、まだね。私なんかよりも、アイスさんよりもつわものがいらっしゃる、でも頑張ってます。今年は頑張ってます、めっちゃ。なんかアイスさんの気持ちわかるな。わかる。なんか自分から行くのが苦手、でも、アイスさん一緒に頑張りましょう、よろしくお願いいたします。セブンティーンの大下さん、はい、18年前のお二人ともお似合いですよ、あららら、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、私実はこれ好きなんです。あとね、そう、あの一つの麦わらも好きなの。そうなんです、そうなんですよ、あの二つ好きなので、あのフェルトは、顔がね、でかいから、なんだ、まだね、どうやってかぶっていいのかがわからないです。自分はそう思うんですよ、帽子って難しい。あ、そうなんだ。そう、ただ、僕にはあれがね、単純にサイズが大きすぎるんですよ。この帽子ね、僕サイズ大きいとかないんですよ。僕でも全然かぶれるんですけど、佐藤さんの方がハマりますよね、これで。これで、つばが狭い方、佐藤さんはつばが狭いハットをバカみたいにかぶるのがめっちゃ向いてます。
あ、なるほど。ここカッコつけないで、ここしっかり上向けたりね、うんうん、あのファッションが苦手だからもうとにかくもうファッションっていうか、うんうん、服を買いに行く時のストレス、うんうん、たらないんですよ。大変ですね。だからもう見るのも嫌だし、うんうん、人もいいんですよ、うん、人の例えば服買いのちょっと 見に行っていいですかって言われたら、うんうん、例えばジュニア先生がね、うん、全然そこにいるのは苦じゃないんですけど、自分のってダメなんですよ。でももうやっぱり見てもスタンドカラーのシャツは合ってると思います。だってこれもジュニア先生が選んだ。そう、これ僕が選んだんです。ジュニア先生がスタンドカラー指定できて、そうそうそう、私は言われたまんまにじゃあ買いますって言って、そう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 、全部そうなんですよ。合ってます合ってます、はい、うん、ということで、あの、うん、まあ、そう、お二人ともお似合いですよって言ってありがとうございます、はい、続きまして佐藤健二さん、はい、佐藤の兄貴、うん、ラーメン食べてお酒飲みに行きましょう。あららら、いいですね。あの、いいですね。私、お酒はお付き合いできます、うん、はい、うん、まあ、ラーメンももちろんできますが、お酒も、うん、あの、うん、なんだったら、うん、6時間ぐらいいけると思いますので、うんうん、ぜひぜひ、うん、よろしくお願いいたします。オフ会、オフ会、オフ会ですね、うん、はい、あの、その時はジュニア先生もオフ会しましょう、しましょう、はい、ぜひ、あの、お誘いお待ちしております、うん、はい、え、一つ場所、はい、うん、あ、HITM さん、はい、お答えしていただきありがとうございました。基地包囲旅行と親孝行旅行を別々に計画します、うん、素晴らしい。両方行けるのが一番いいです、うん、どっちも同じぐらい自分の運が良くなります、うん、いいですよね。いい、親孝行旅行か、うん、まあでもまずは顔出すところから始めますかね。本当コロナ禍行けなかったんで、うん、ねえ、でも相手のこと考えるといけないんですよ。しかもそれが、うん、3年ですからね、うん、3年って長いですよ。そうで、しかも既往症でしたっけ、うん、はい、うん、っていうのがあるとっていう、うん、いう部分でも、うん、あの、引っかかる部分がやっぱあると、はい、行くことで何かがあっちゃいけないってやっぱりね、思っちゃうんですよね。本当そう、うん、でも、うん、まあちょっとそれもなくなったんで、まあ、まずは私は、はい、行きますが、うん、あの、ぜひ基地方旅行と親孝行旅行別々の計画、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい。続きまして、トパーズさん、ありがとうございます。良い職場で続けるつもり、あ、うん、良い職場で、うん、続けるつもりでしたが、はい、良い時期と分かってさらに嬉しくなりました、うん、ちなみに、うん、那須塩原市の基地方旅行の途中に、うん、宇都宮の餃子立ち寄り、うんうんうん、アンドジャズバーの立ち寄りもぜひ。アンドジャズバー、アンドジャズバーじゃなくて、うん、餃子立ちと、うん、ジャズバーってことですね。ジャズバー、ジャズバーいいっすね。え、あれ、うん、宇都宮でしたっけ。宇都宮は、あの、経由地ではあります。で、目的地でもいいってことですか。目的地でも大丈夫です。夜、ジャズバーで、うん、男二人で。ちなみに、宇都宮はもう一つ目的が今足されていて、うん、枕を試しに行ってみる、ね、そうですよね。うん、だから変な話ですよ、うん、宇都宮は目的地でもいいってことです。いいっすね、ビジネスホテルで。はい、いや、ちょっと調べてみます。で、ジャズバーに行ってっていうのも、うん、まあ、いいっすよ、ね、いいっす、いいっす。どうします、カランとかして、うん、私からとかして、2人でやってる。僕、バーって今でも憧れあります。ああ、あの、最近テレビ見てて、うん、まずね、あの、相棒見てます。まあ、再放送ですよ。うん、再放送だったら見てます。あの、うん、小料理屋なんです。はい、はい、行きつけの小料理屋、うんうん、欲しい。いいですよね。まずこれ一つ、うん、で、二つ目、うん、あの、バーとかの場面があるじゃないですか、うん、この時に、あの、本当に、なんか自分、うん、こう、あ、今日はじゃあこれで、みたいな、うん、そんなところもあったらいいですよね、うん、いい。富岡にはないですけど、うん、まあ、この辺近くにあるんですけど、私がね、行ってないんでね。バーがあるんですか。いっぱいあります。やっぱ秩父だな、それ。秩父はね、あの、ウイスキーの、あの、イチローズモルトもありますし、 あと、うん、全部の酒造があるんですよ。ワイナリーだってあるし、日本酒だってあるし、ワイン、ビール、ウイスキー、うんうん、ビールもある、ビール、そう、ビール、秩父ビールもあるんで、うん、あの、お酒もね、うん、は結構いっぱいあるんですよ。なんでだろうな、でもワインとか最近か。日本酒は昔からですもんね。あ、水か、水が出る。
よみ水がやっぱりいい、あの、うん、武甲山の伏流水で、うん、石灰岩なんですよ、うんうん、だからやっぱりこの、うんうん、水がそうだそうだ、はい、うん、ミネラル豊富、うん、ということで、うん、はい、ということで、はい、ジャズバーですね、うん、はい、ちょっと頭にインプットしておきます。宇都宮はジャズなんだ、うん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 、でもジャズ、あ、ちょっとジャズバーの立ち話、宇都宮は、うん、ジャズも熱いですね、はい、うん、へえ、うん、ジャズいいっすね、うんうん、大人ですね、うん、それどうです、うん、ちょっといいっすね、楽しみですね。下手すると那須塩原よりは、うん、宇都宮の方がビジネスホテルはあると思う。だから向こう行って逆にこうくれるんです。確かにね、確かに初日頑張って、うん、あ、そうか、佐藤さんは高原という目標もありますもんね。まあ、ただね、うん、ジャズバーって聞いちゃったら、うんうん、まあ、ジュニア先生と夜ジャズバーって今までなくないですか、うん、ない、バー、うん、いいですよね、うん、あの、ありがとうございます、いい情報をいただきまして、そしたらこれ持ってきますよ。そっか、じゃあ頑張って僕もこれ持ってきます。そう、ジャズバーだったら OK じゃないですか、うん、持ってきます、ね、いつもあの違う帽子だけど、うん、6月後半だからちょうどいいです、それは。暑い季節だから、うん、あとこの黒の麦わらのやつ、あああっちの方が軽くっていいかな、はいはい、ありがとうございます。はい、なんか皆さんから情報いただけるのってすごくありがたいです。ありがとうございます、はい、じゃあ、チャットの方が一旦止まってますんで、はい、事前にいただいているご質問に行きます。はい、石井健二さん、はい、先月の YouTube で、うん、空いている予定を少しずつ埋めるのが吉とおっしゃっていたと思います。はい、繁忙の3月だけでなく、うん、4月以降も同様でしょうか、と言いますのは、うん、3月になって急激にいろいろなお誘いを受けています、はい、なぜこの同じタイミングにこんなにと驚くばかりですが、うん、可能な限り参加したいと思っています。はい、今年は白く木期ということで、うん、縁というものを普段より強く感じざるを得ません。はい、自分から計画した予定ではないですが、うん、これらに少しでも参加することで予定が埋まっていくというのはきちっと考えて良いですか、うん、また何か心構えやアドバイスがありましたら教えていただけたら幸いです。うん、PS 佐藤さん、大の冒険見ていただき嬉しいです。うんうん、遅ればせながらありがとうございました。うん、はい、はい、佐藤さんは大の大冒険を見ただけじゃなくて、うん、ドラクエウォークでちゃんと武器も手に入れてた、新馬合流拳、はい、はい、私は僕が武器でした、好きなんですよ、うん、あど忘れちゃいました、急にバランが30回転したけどダメでしたね。本当ですか、はい、いただきました、うん、もうね、昭和の親父的な、何でしょう、うん、あれがいいですね、大、うん、に対するこの男臭さというか、うんうんうん、はい、石井健二さんのおかげさまで、うん、大の冒険を見させていただきました、ありがとうございました。では質問の方に、ご質問に、はい、はい、まず一つ目 その予定を入れていくという行為は、うん、運が良いかどうか、その暦の使い方として全うかどうかに関しては、もうおっしゃる通り、暦とは予定を入れれば入れるほど運が良くなります。予定を入れるためにあるのが暦だし、運をデザインするとは具体的に思うことではなく書き込むことだと思ってます。ただしその時にどんな予定を入れるかに関しては月ごとに年ごとに変わります。まず本年度は縁の年だから縁の予定を入れたい。僕は縁の予定というよりは旅をしましょうって言っちゃってるんですが、その縁の旅の予定を書き込んでいくのが良いです。一方で同じ縁の年と言っても2月から1月まである中で、3月はおっしゃる通り繁忙の予定が良かったです。毎日を充実させるための何かしらのイベントが小さくてもいい、入っているといいです。タンスの下の段を整理するでもいいから、とにかく予定を繁忙の予定として入れていくのが良かったんですが、4月に求められる予定は休息です。4月に求められる予定は休息、はい、はい、30日間全てを休息で埋める必要はないです。お誘いの予定が入っていくのももちろん OK ですが、そこに休息の予定は入ってますか、1つでも2つでも入ってますか、これが休息の運勢デザインになりますので、4月はそうです。で、5月になるとこれが
超繁忙、超助走の予定は入ってますか、6月には超繁忙の予定が入ってますか、そのために休息の円の予定が入ってますか、超助走の円の予定が入ってますか、超繁忙の円の予定が入ってますかっていうんで、微妙にこうスケジューリングが変わってくるのが、注意事項といえば注意事項であり、ポイントといえばポイントになりますということでございます。まああれですね、その月その月に、軸となるというか積極的にしたい予定は変わると、おっしゃる通りで、3月はもうとにかく繁忙なので、いろんな予定を入れましょう、それはやること、はい、でも超休息の時は休むという予定をちゃんと確保しましょう、その間はいいってことです。そうですそうです、うん、で今ので理屈を話し終えたので、1点だけ僕が僕の性格で、やっぱり僕の性格で話すから、みんなも僕と同じようなところが大なり小なりあるんじゃないかという推測からのご提案なんですけど、さっきもちらっと出ましたが、ただでできる外出、ただでできる園ってないじゃないですか。ない。しかも交際費、交通費、通信費ってまあまあかさみません？かさみます。それがですね、そのことはいいんです、必要経費だと思います。今年の交際費、交通費、通信費は必要経費です。なんですが、それがあまりに重なり、重んでしまいすぎると、ある一定のラインから縁が嫌になっちゃったり、行きたくても行けないってなっちゃったりすると思うんですね。例え話としては大げさかもしれないですが、お祝い、結婚式の予定がありました、お誘いを受けました、1件目だったらいいねって言ったとしても、同じ月に2件目3件目ってなってくると、なかなか辛くありません？出費がね。そうですよね。4件目ぐらいから誘うんじゃねえよ、4件だったらもうね、原資がやばい。そうですよね、ちょっと桁が変わってきますよ、20万ぐらいするってことですよね、でこれは冠婚葬祭全てに言えることだと思うんです。縁が多ければ多いほど、つながりが深ければ深いほど、そこにかかるコストはすごく多くなってくる、そうするとある一定の段階から行きたくなくなってきたり、行くのが辛くなってきたり、本来であるならば喜ばしいお誘いをなんとなくストレスに感じてきてしまうというラインがどなたでもあるはずなんです。例えば今日佐藤さんと、じゃあ明日桜見に行きますかなんて予定を立てましたが、来週も行きましょう、再来週も行きましょう、その先も行きましょうってなると、このコストが何かしらの僕たちの何かを圧迫するようになりません？なりますね。そうなると、佐藤さんからめっちゃ桜見に行こうって誘われるんだけど、きついんだよねってなっちゃう前にセーブしていかないと、本来であるならば喜ばしいはずのお誘いが自分の運を乱す何かになっちゃう。僕その境がめっちゃ低い、低いじゃない、高いっていうの、なんて言うんでしょう、のやっぱりそこまでいっぱいお金持ってるわけじゃないし、人間関係もめちゃくちゃ得意なわけじゃない中で、割とすぐその縁がストレスなんですよ、そうなっちゃう前にデザインしないと今年の縁乗り切っていけないんじゃないかなって、石井さんであるならばみんなのお誘いある、その嬉しさ喜ばしさが5月6月7月8月とどんどん重なっていく中で、自分の運を圧迫し乱してしまわないかな、僕だったらもう一件目でヒーヒー言ってんなって思ってしまって心配になるのが僕のその縁との向き合い方になります。いやでも分かります、はい、気持ちはあってもね、やっぱり先立つものがないとというのがあるじゃないですか。あと時間もそうだし、お金もそうだし、ね、体調もそうだし、体調もそうだし、肝臓の具合もそうだし、そう、それはねすごく分かります。うまくコントロールしないと、まあ正直ね、乗り切れないんですよ。で、不思議と縁って続きません？うん、まあ一度ね
つながるとね、ポンポンポンって、うん、じゃあ例えば結婚式とご葬儀の予定がポンポンって続いていったりやるとか、うんうんうん、パーティーがポンポンポンって続いたりとか、うん、同じ日に誘われてしまったりとかっていうのが不思議なもんで縁って続くので、ある程度はコントロールしていかないと縁がストレスになっちゃう、それが自分自身を引き込まらせるきっかけになっちゃうっていうのは今年もったいないなっていうふうに思うわけです。じゃあうまくバランスを取りながらっていうことですね。はい、はい、ということでございます。よろしくお願いいたします。では事前にいただいているご質問が終わりまして、はい、こちらのチャットの方に入っているのも、終わっておりますので、はい、最後の、まあ、ここで、最後のご案内をさせていただきます がですね、せっかくですんで、うん、こちらの案内している間にですね、うん、あ、これも言っておきたいなとか、これもちょっと話しておきたいなっていうものがありましたら、ぜひぜひあのチャットの方に入れていただきましたら、もちろん全て大歓迎で、はい、対応させていただきたいと思いますんで、はい、じゃあまず案内をさせていただきます、はい、次回のライブ配信は同じく第1水曜日、はい、5月の3日、はい、憲法記念日ですね、はい、憲法記念日のマビでございます。あれ今日って、うん、生命ですよね。そうですそうです、4月初日ね、はい、生命、うん、で二十世紀の生命でした、はい、でこの次回は憲法記念日、はい、ということで、うん、5月3日ぜひですね、ちょっとまあゴールデンウィーク中ですから、直接こう見れなかったとしてもですね、うん、アーカイブに残しておきますので、ぜひで参加できる方はもちろん私たちも、はい、とても嬉しいですし、チャットで参加していただきました全てお答えをさせていただきますので、ご検討の方よろしくお願いいたします。忘れそうな方は、うん、チャンネル登録をしていただければと思いますので、こっちかな、こっち側の方に、チャンネル登録をされていない方はなんかボタンがあると思うんで、そちらを押していただく、それと、毎度毎度、お願いをしていることでございますが、この動画少しでも良かったなと思ったらですね、このマーク、このマークがあるところをいいねボタンを押していただきますと、これは単純に私たちが喜ぶということだけになりますが、ぜひぜひそれもあるしていただければと思います。ではチャットの方今最後入っております。はい、石井健さん、はい、すごく分かりやすかったです。ご質問に、うん、事前にいただいてですね、ありがとうございます。休息、助走、繁忙を意識していきます、うん、確かに重なりすぎると厳しくなっちゃいますね、うん、と、うんうん、自分と相談しながらストレスにならないようにコントロールしていきます、うん、バランス大事ですね、びっくりマーク2つになってますんで、うん、ありがとうございます。ぜひぜひバランスを取ってみてください、うん、限られてますよね、はい、意外とね、意外と、うん、もうそのスケジュールを組むこと自体がなかなか難しくなってしまうこともあったり、うん、そうですね、まあ、本当ジュニア先生のおっしゃる通り、うん、ストレスを抱えないように、うん、ぜひ上手に、うん、段取りを組んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは、はい、チャットの方もこちらで、以上となっております、うん、今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来月ここでお会いできるのを楽しみにしてます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼させていただきます。優しい休息の4月を。あ、よいしょ。